インドシナ半島、旧フランス領インドシナのベトナム、ラオス、カンボジアを呼びたい、ミャンマーの半島地域東南アジアのチケーズインドシナ半島は中国の南、インドは大陸の東にある東南アジアの半島である。ベトナム語では BN、ダウドン DNG である。この地域はインドシナと呼ばれ、インドと中国に挟まれている地理的特徴からフランスによって名付けられた。 具体的には、ベトナム、ラオス、カンボジアの3カ国に加え、タイとミャンマー両国のマレー半島の部分を除く地域が、インドシナと呼ばれる。ただし、マレー半島も含めて、インドシナ半島やインドシナと呼ぶ場合もある。一方、フランスからインドシナという場合などには、旧仏量をインドシナ地域のみを指していることがある。ベトナムではこの地域を西洋に対して、 アジアの中心であるという意味も含めて、インドシナではなく、ドン DNG と呼んでいる。このような競技のインドシナについては、普通量インドシナを参照。このフランス領インドシナ休構生3国と、英領インドシナであったミャンマーをインドシナ4国という場合もある。英物による、進出ベトナム、ラオス、カンボジアの3カ国はかつて、フランス領インドシナだった。 フランスが英国とのブラッシーの戦いで敗北して、インドから撤退、植民地政策をインドシナに向けたため、ベトナムとの戦争で保護国か、カンボジアとラオスはタイから総主権を移譲されて保護国、植民地化した。一方、インドを植民地化した英国はインドに近いミャンマーをインド植民地に併合した。日本による介入一時、日本はフレンチ・インディアと、 英領インドシナを占領して、日本保護下で、反独立国として、ベトナム皇帝、カンボジア王、ラオス王による、君主制とし、ビルまでは英国が王を追放して、直轄植民地としたことから君主制にせず、相当厳守とする共和制とした。四カ国は、ラオスとミャンマーが微小に国境を接するだけであった、ことから、英仏衝突の弊害は、軽度で済んだようである。 独立から現在その後、4カ国は日本が戦争に敗れると英仏から独立するが、ベトナムラオスは共産主義政権、カンボジアミャンマーは共産主義の影響を受けたことがあるとして、インドシナ4国と総称される。これらの国々は未加盟の東ティモールを除けば、東南アジアでは、東南アジア諸国連合への加盟は、最後発に当たる。 タイはこれらインドシナ4国に3方を囲まれているが、英仏によるインドシナ4国介入の影響から、植民地化は、免れ、政治、経済上などで、インドシナ諸国と呼ぶ場合は含まれない。日本介入時のインドシナ諸国インドシナ半島と、周囲国1770年代の古地図古くから、バンチェン、ホアビン、ドンソンなどの戦士文化が栄え、 インド文明や中国文明の影響を受けたカンボジア人、タイ人、ビルマ人、ベトナム人や数多くの少数民族が住居する。半島の東側は南シナ海、西側はベンガル湾に面する。東部にはアンナン山脈、西部にはアラカン山脈があり、その間をメコン川、チャオプラヤー川、エイアワディ川などが北から南へ流れ。 下流地域では広大な三角州を形成している。一部の旅行会社等がインドシナに含まれるシナを差別用語だとして、インドシナを英語における故障に準じて、インドチャイナと呼び換える動きがある。韓国では実際に中国との国交正常化後、インドシナからインドチャイナに言い換えている。なお北朝鮮ではインディアチナと呼んでいる。しかしインドシナが 差別的文脈で使われる事例ははのためこのこ動きは一般化していないな中国では日本向けの言語月刊誌、人民、中国などで東、シナ海や南シナ海については東、中国海や南中国海としていたがインドシナはそのままカタカナで表記されていた。中国では最近までインドシナ半島がごく普通に用いられていた。しかし現在は 中国の南にあるという意味で中南半島が推奨されている。ありがとうございます。